変わりはないと、まあ元気がいいんですよね。この間が24なんです。この間28。ちゃんの顔です。はい、じゃあまずそのの状態から見ますね。この子ってペレットも食べてるんですよね。ペレット食べてます。今日はペレット食べました。たくさん。たくさんでもないけど、なんか。入ってますか？うん。ペレットっぽいのを食べてますね。あんまりシードが入ってない。あ、シードは本当おやつ。あ、そっかそっか。まあそうたくさんじゃないんですけどね、20% ぐらい餌は入ってますね、はい、まあ栄養状態はまあちょうどいいよりはやや細いという感じですね。はい、切ってます？切ってないですね。切ってないです。自分でかじったりしてるんですよ。だからな。そんな伸びてこないもんね。それでも、ね。まあちょっと伸びてますけど。伸びてくると自分でね一生懸命。かじってる先っぽ。かじってる。あ、そうなんです。じゃ伸びる子はさ、1ヶ月2ヶ月に1回ぐらい切ってくださいって。あ、確かに。そうですか。今日もいいですか？そのままで。うん、まあ切っても先っぽの方だけですけどね。いや、あんまり引っかかるなら先っぽちょっと切ってみます。そんな感じでもないですね。じゃあまあもうちょっとこれでいきましょうか。はい、はい、ごめんね、鼻にして。今また毛が変わって、あ、抜けてきます。でもちょっとだけでしょ。そんなたくさんは抜けないじゃない。もうだいぶ収まってきてるんですよね、あのつくつくしたのがたくさん抜けましたね、多分。27を採用してきます。27g ね。はい、じゃあいいですね。はい、じゃああの目的地に着きましたので、はい、まあ変わったことなければまた一月で、してください。はい、はい、お願いします。